週もはっちゃんアカデミー始まります。今回は悩みに感謝できるようになるお話をしたいと思います。ちょっと長くなりますが、最後まで聞かれると、あ、悩みもいいもんだと思えてきますよ。それでは、悩みはやがて成長の糧になれるって皆さん知ってました？あなたはどんな人生を送りたいですかと尋ねると、悩みのない人生を送りたいと言われる人がほとんどではないでしょうか。生きていく上で私たち人間に悩みはつきもので、子どもの悩み、お金の悩み、仕事、対人関係、健康への不安など、次から次へと出てくるのも悩みの特徴で、一生なくならないような気がします。それだったら悩みをなくすのではなく、悩みとの付き合い方を学んでみてはどうかなと私は思って今に至ります。私はうまく付き合えて今の人生があります。皆様も考えてみたら分かりますので、最後まで聞いてみてください。人間にはですね、平等にですね、いいことも悪いこともね、あるんだということが分かられると思います。何かあるたびに自分だけが不幸だと思わずに、みな同じ人間、こう思うの大事ですね。同じ経験をするもの、これも知っておいた方がいいですね。お金持ちにはお金持ちの悩みがある。そう、お金持ちを羨ましく思うんじゃなくて、そう思った方がいいですね。幸せそうに見える人でも、同じように辛いことや解決できそうもない問題を抱えていることだってあるんです。ただ受け止め方の違いや考え方の違いがあるだけ、ただそれだけなんです。だから今まで弱かった人も、悩みで疲れ果ててた人も、体の体調まで悪くなった人でさえ、人生をいいものに変えることができると私は思っています。いいえ、いい人生にできるんです。私たち生きていく上で悩みはつきものである以上は、その悩みに感謝できるようになれば、人生が今とは違ったものになるんですね。私たちは幸せになるために生まれてきたのが分かりますよ。そうは言ってもいろいろな問題、悩みが波のように押し付けてくるものですが、ここは考えようで、悩みのない人生を送るのにはもう人間やめるしかないんですよね。生きていく上で悩みはつきものと、もうそう思って兄弟みたいに付き合っていくことですよ。その悩みの正体は知るとですね、意外や意外ですね、ああなんか切り抜けていけそうって思ってきますよ。悩みのその正体は実はですね、生きているものにとってのお守りになるんですよ。悩みイコール成長の糧となるんです。そこで人生に必要な悩みの受け止め方、いろいろな問題に対しての強さを自分のものにするコツをお話ししたいと思います。そして悩みの特徴が分かれば、悩みに振り回されずに慌てることもなく、動揺することもなく、一日一日を楽しんで生きていけることができます。悩みの特徴、心構えを知ることが大事ですね。ではその悩みの特徴を一言で語るなら、深刻になればなるほど深みにはまると思ってください。台風と同じです。台風の時に外に出ないでじーっとしている方が、怪我をすることもなく巻き込まれることも少ないものです。悩みも似ているんです。解決するためにいろいろと動き回ったりすればするほど、台風と同じで吹き飛ばされやすくなり、吹き飛ばされていると、どこに着陸したらいいのか、今この場所でどうすればいいのかさえわからなくなってしまうんですよ。でもね、考えによっては台風は時間が解決してくれるとも言えます。それでも台風の前にいろんなものが飛ばされないように紐でくくったり、窓ガラスが割れないようにガムテープを貼ったり、台風が来てもいいように準備をするのと同じで、悩みが来ないような生き方が本当は必要なんです。人の支えなくして生きられないのが私たち人間です。家なくしては生きていけないのと同じで、しっかり家を守るために、台風が来ようと飛ばされないように前準備が家でもされています。悩みも心構えをすることが大事で、台風の前準備と同じように
自分を守る前準備をして生きることが実は悩み解消法になるんです。ゆっくりどうやったら準備できるかお話ししていきますね。台風は怖いもので私たちの財産を一瞬にして奪ってしまいます。それでいて来ないように気をつけれないっていうのが台風です。そう考えると悩みは来ないように気をつけることができるんです。それに台風と違って財産が一瞬でなくなることはないんです。台風は時として命を奪い取るけども悩みは命を奪い取るどころか時間が解決してなおかつ財産として蓄えていける素晴らしい宝になるんです。ほら悩みに対しての考え方変わりませんか。台風が来ないようには気をつけられないけど悩みが来ないようには気をつけられることが分かりましたか。それには実はこれからの吐く言葉が大事になってくるんです。吐く言葉を前向きに今から練習してその前向きな言葉が癖になると悩みを悩みとして暗くならずに強くなれるんです。例えば全てのことには2通りあることを覚えておかれるといいです。子供がいるから働けないという人と子供がいるから働かなくてはという人とどっちが前向きな言葉かは働かなくてはと言っている人の方が前向きです。お金が必要な分働くことで悩みが解決策になるんですね。弱いながらも毎日を大事に生きることが私たちの定めなんです。人間関係でもあの人が嫌というのではなくあの人の嫌いなところを自分がしないように気をつけていこうと考えたらその嫌いな人も先生になるんです。そうやって前向きに言葉を出していく練習癖づけていってみてください。それでも悩みが来たら怖がらなくていいんです。しどろもどろに落ち込んだりその悩みと取っ組み合ったら負けです。時間が解決してくれることを覚えておいて生きると健康になって若さも作れてイライラもせずいろいろな人に心配をかけない分人生がいいものになっていくようにできているんです。ここ大事なんですよ。いろんな人に心配かけない人がやっぱり最後の幸せを握ってるんです。実は人に心配をかけない迷惑をかけない困らせない生き方こそ悩み解決法なんです。分かっていても私たち人間ですから 100% ではないです。完璧ではないからそこに感謝することを忘れないようにして補っていくんです。助けられて周りの人がいて感謝と思うようにあとは一人一人の悩みは違っても解決方法は似たり寄ったりになっていくんです。時間に任せてみることですね。どんなに大きな台風が来ても立て直ししている私たちです。その台風より怖いものを解決できないはずがありません。私の父は漁師で山を見て魚のいるところを覚えているため全ての物事は山に例えて教えてもらったことがよくあります。よく言ってたのが山より大きい悩みは人間にはない、気を大きく持って生きていけとよく言っておりました。山や川、海や自然がなくなった時が本当の悩みで明日にも命が取られるかもしれないという兵隊でさえお国のためならばと悩んで生きていなかった。どんなに辛い悩みでも兵隊さんのことを考えれば、そうです、昔の特攻隊の人のことを考えればちっちゃな悩みも大きな悩みもそこに取っ組み合うのは罰当たりです。ちっぽけな悩みで人生を棒に振るなと結局私たち人間は強いところも弱いところも皆同じように持っており毎日を大事に生きて弱さを隠してバレないように生きるのが定めのような気がします。そんな強い人間なんてこの世にはいないんです。皆一緒、皆平等、乗り越え方、受け取り方の差があって幸せになるかどうかの差が出るだけです。いい人生を作れるかどうかは自分次第、行い次第、受け取り方次第。今よりいい人生にするコツは周りに悩みを移さないように頑張ること。この私が言っている悩みに感謝できるようになるっていうのを今一度いい人生を作るのも自分次第だということを分かってほしいかなと思います。悩みのない人生を送りたい、送れます。台風と同じですから
この地球上に幸せが降り注ぎます。悩みやくよくよ考えないで時間に任せれば解決すること、山より大きい悩みはないこと、昔の特攻隊さんに罰当たりなことはしないこと、そして後になれば自分のお守り宝と変化するものと分かればどうでしょう。頑張っていけませんか。その悩みに今は感謝できないかもしれませんが、時が経てば感謝に変わるものです。悩みを持つのは大いに結構なこと。私たち人間の節目に翻訳後訳とありますが、それもまた大いに結構なこと。そう思って生きると不思議とビクビクして生きるより、心構えができていい人生になるものなんです。私たちが生きていく上で悩みがない人など一人もいないんです。一生なくならないのが悩みなんです。悩みのない人生を送りたいと思って悩みを増やしている人間に嫌気をさし、悪戦苦闘する人生にさよならしましょう。私たちの人生に悩みはつきものなら、ならば乗り越え方のプロになればいいんです。そして解決できないような大きな問題はそう起こるものはないんです。その人が乗り越えられるだけの悩みしか起こらないもので、その悩みなり問題なりは人としてのレベルを上げるための試練と思ってみましょう。乗り越えて100点満点を取り、次の試験でまた100点満点を取れば生活レベルが向上していくような気がします。さあ悩みに感謝しましょう。またねー。